こんにちは、しばとです。今日はスタジオ来ておりまして、この Zoom の G3N ですね、これを JC で鳴らしたいと思います。で、リターンに挿したのと通常のインプットに挿したの、どちらの方が好みの音が鳴るかなっていうところを検証したいと思います。で、基本的にはですね、今回プリセットを鳴らしていきたいと思いますので、ぜひぜひ参考にしてください。Thank you.
感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあ、全然音色違いますね。リターンの方は若干こもり気味で、インプットの方は若干キンキン寄りみたいな感じで、まあ、両極端とまでは言わないですけれども、結構やっぱ違いましたね。まあ、音は好みによるかなっていう感じではあるんですけれども、インプットの場合は EQ いじれるので、まあ、もっと全然やりようはあると思います。リターンの場合はエフェクトの方でいじっていかなければいけないっていう感じですね。サウンドで重みを求める方はリターン、ジャキッとした感じを求める方はインプットみたいな感じでイメージしていただいてもいいんじゃないかなと思います。まあ、まだまだですね、 G3N に関しましてはいろいろ試していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。